来週に迫るリシャッフル、出場優先順位見直し、に向けて正念場の吉田優里にとって、大きく交代するムービングデーになった。首位と4打差の7位からスタートしたが、1イーグル2バーディ5ボギー1ダブルボギーの75と落とし、トータル1オーバー39位タイまで順位を下げた。大会を中継するワウワウのインタビューでは、 すごい大変な一日。悪いゴルフはしていなかったけれど、ちょっとずつのミスで大きくスコアを崩してしまったと振り返る。フェアウェイキープは8回、パーオンは10回とまずまずだったが、ミスをカバーしきれず、噛み合わない一日だった。前半はおはようバーディにバウンスバックもあり、一つ伸ばして折り返した。だが、流れに乗りたかった後半で失速。 11番でボギーとすると、12番ではバンカーに捕まって難しいライから寄せられず、悪い流れを断ち切れずに、13番まで3連続ボギーを喫して一気にスコアを落とした。ティーイングエリアが前に出て実測489ヤードとなった14番パー5では2オンに成功し完璧なショットと傾斜を使い3メートルにつけてイーグルを奪った。 これを息を吹き返すきっかけにしたかったが、15番でボギーとすると、最終18番ではラフに苦しめられて5音1パットのダブルボギー。もう少しいいスコアを出したかったというのが本音とハーフ、41を悔やんだ。ルーキーイーヤーを戦っているが、5月に行われた第1回リシャッフルでは回に沈み、タフな夏場を強いられている。 来週のポートランドクラシック、後には2度目のリシャッフルが行われ、現在130位につけているポイントランキングを80位以内まで上げることができれば、シード選手と同等の試合数を確保でき、これがアジアシリーズ出場権やシード権獲得への大きな一歩となる。それに届かなかったとしても少しでも上の順位にいることが大事だ。 あとは伸ばすだけだと思う。休んで、明日いいプレーができるように頑張ります。最終日はこの鬱憤を晴らすような会心のラウンドで浮上し、ビッグポイントを獲得。